はようございます、春風美奈です。今日はですね、また隕石のお話をしたいと思います。でご質問をいただきました。隕石が本物か本物じゃないかって波動で測れますか、分かりますかっていうご質問をいただいたんですけれども、私別に分かりません。何かっていうと、私自身がその隕石が、まあ、とりあえずまずね、私の関心事の話で、隕石が本物か本物かじゃないかってほとんど興味がなくて、ほとんどっていうか興味がなくて、でなんでかっていうと、ほら地球だってさ、宇宙の一部なわけじゃん。でそれでだから私ね、土手に転がってる石もあれ隕石だなと思ってんの。火星の目から見れば地球の石なんて、ふうやばいじゃん、地球の石じゃんってなるわけでしょ。だから何とも思ってなくて、たとえそれがどこから来た石であろうと、自分にとって相性が良くて、なんかその思考の現実化を加速させる石はどれかっていう風に選んで、波動が高かったのがたまたま例えば無用になる人だったりとか、ギベオンだったりするだけだと思ってるんですよ。だから私は別に土手の石でも正直で、私それをそれでもいいなと思ったから土手に石探しに行って、自分と自分の思考の現実化を加速させる石とかないかなとか思って、ウキウキして土手行って探してた時あったんだけど、まだ出会ってません。まだ隕石ほど共振するほど強いものにはまだ出会ってないんですけれども、だからね、私興味がないんですよ、その本物か本物じゃないかっていうことに関して。だからあとね、私さらに言うなら、本物ってなんだって話なんですよ。何を根拠にして本物だって言うんだろうかと思って、例えば何か鑑定書がついてますみたいな、なんとか研究機関の、で検査してもらった紙ですみたいな、監視してもらいましたみたいな一筆紙あるじゃん。でそれをさ、それさえも疑おうと思えば疑えるわけじゃん。本当にみたいな、本当にその紙本物とかさ、その機関はどのようにして研究した結果ですかみたいな、調査方法は他の機関と違うんですかとかさ、疑おうと思えばいくらでも疑えるわけだよ。とかあと、この値段って本当に本物みたいな、なんか、あそこで買った時はこんなに高かったのに、こっちで買うとこんなに安い、安いから偽物なんじゃないかなみたいなこと思うと思うんですけど、よく聞いて、値段決めてるのって誰？人間でしょ。だから人間が値段ただ単に決めてるだけだから、高いからって本物じゃないって、高いから本物だとか安いから偽物だとかって言えるみたいな。だって偽物でも高い値段つける人はいるかもしれないじゃん。だからね、うーんって感じで、話は戻るんだけど、波動で本物かどうかは知らない、わかんない。だって確認したことないもん私。宇宙まで行って、これはこの星のこれだなとか確認してないから知らねえんですよ。でも私が一番信用してるのは波動に関してだけは、なんかね、アホほど信用してて、私の思考の現実化を加速させる石はどれですかって聞いて出てきたものに関しては揺るぎないから、私はそれを信用する、信じることにしている。そしてそれで選んで購入した時に、身につけた時に、まあいいことが、過去の動画見てもらって分かりますけど、まあ嬉しいことがあったので、これはいいなって思って、隕石パーソナルスタイリングを始めたっていうのが、まあ私のこの商品の提供するにあたってのきっかけだったわけですね。っていうかね、好きなんだよ、波動をと向かい合ってる時間がすごい幸せだから、これをずっとやってたくて、やってます。あと隕石と向かい合ってるのが幸せなので、隕石パーソナルスタイリングをしています。ぜひ隕石購入の際にはご検討ください。はい、聞いてもらってありがとうございました。またね、バイバーイ。